ジェイコブ・ジョセフ・アリエータは、アメリカ合衆国ミズーリ州、セント・フランソア軍・ファーミントン出身のプロ野球選手。MLB のシカゴ・カブス所属。愛称はスネーク。聖は発音指示によると、エアリエッタ、エアリエタとなっている。ミズーリ州で生まれ、テキサス州プレイノで育つ。テキサス・レンジャーズのファンで、好きな選手は、ノーラン・ライアンだった。 2004年に MLB ドラフト31巡目でシンシナティレッツから指名を受けるが契約をせずにウェザーフォード大学へと進学した。その後テキサス・クリスチャン大学へ編入すると2005年には MLB ドラフト26巡目でミルウォーキー・ブルワーズから指名を受けた。しかしこの時も契約をせずに大学に留まった。ボルチモア・オリオールズ時代2007年に MLB ドラフト5巡目でボルチモアオリオールズから指名されプロ入り。同年はまだプロデビューせずオフのアリゾナ周期リーグに参加して14試合に登板。16イニングで防御率0.00という成績を残した。2008年は A 級フレデリック・キーズでプレー。20試合に先発し6勝5敗防御率2.80を記録した。8月には 北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選ばれ予選の中国戦に先発し6回無失点で勝利投手になっている2009年は AA 級ボーイベーソックスでスタートしシーズン途中にトリプル A 級ノーフォークタイズへ昇格した2010年はトリプル A 級ノーフォークで防御率1点台と高騰し6月10日のニューヨークヤンキース戦で メジャーデビュー。6回を3失点に抑え、初登板を初勝利で飾った。そのまま、先発ローテに入り、6勝を挙げた。2011年は初めて開幕ロースターに入り、打線の援護に恵まれたこともあって、7月26日のトロントブルージェイズ戦で、シーズン10勝に到達。しかし、8月1日に右肘に痛みを訴えて、故障者リスト入りし、 国局除去手術を受けてシーズンを終えた。2012年は開幕投手を務め勝利投手となった。シカゴカブス時代2013年7月2日にスコット・フェルドマン、スティーブ・クレベンジャーとの2対2のトレードでペドロ・ストロップと共にシカゴカブスへ移籍した。2014年3月3日にカブスと1年契約での契約更新に合意した。3月30日に 右肩の故障で15日間の故障者リスト入りし、4月5日にリハビリのため、参カの AA 級テネシースモーキーズへ移動した。5月3日に復帰した。5月に復帰した後は抜群の安定感で、前半戦は防御率1.95を記録した。後半戦はやや失速し、最終的には故障もあって、規定投球回にはわずかに届かなかったものの、防御率2.53は、 規定到達していれば、防御率でリーグ実決に入る、高成績で才能を開花させたシーズンとなった。2015年8月30日のロサンゼルスドジャース戦では、ノーヒットノーランを達成した。9月22日のミルウォーキーブルワーズ戦では9回を、投げ飛ダだ3、脱三振11、吉ー1無失点の完封勝利を収めシーズン20勝に到達。 最終的に33試合に登板し229イニングを投げ、両リーグ通じて最多となる22勝、防御率1.77、236奪三振の成績を記録。最多勝利のタイトルを獲得した。特にオールスターゲーム以降は前日のノーヒットノーランを含め、15試合に先発し12勝1敗、防御率0.75。 自責点はわずかに9と驚異的な投球を披露した。また打撃でも2本塁打を記録した。10月7日のピッツバーグパイレーツとのワイルドカードゲームでポストシーズン初登板を果たし、4安打、無死球、11奪三振の完封勝利でディビジョンシリーズ進出に貢献した。これらの活躍が評価され、シーズンオフには防御率で、 アリエータを上回る1.66を記録したザック・グレイン・キーや300奪三振を記録したクレイトン・カー賞といった球界を代表する高投手を抑えて自身初となるサイヤング賞の栄誉に輝いた2016年4月21日のレッツ戦で自身2度目のノーヒットノーランを達成6月5日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦では5回で12 三振を奪う力投を見せるも三点を失って、前年7月25日のフィラデルフィアフィリーズ戦以来の黒星を喫し、前年から継続していた自身の連勝は20でストップした。このシーズンは前年から一転して死球の多さに苦しみ、前半戦終了時点で前年の倍近いペースで死球を与えた。また、前半戦終了直前の4試合連続で4。 失点以上を喫するなど6月下旬からやや調子を落としたもののシーズン通算ではナショナルリーグ3位体となる18勝防御率3.10190奪三振の成績を記録また打撃でも打率262前年に続きに本類打7打点という成績を記録した10月10日サンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズ第3戦に 先発。2回表に自身自らジャイアンツ先発のマディソン・バンガーナーから先制となる三ラン本塁打を放った。6回を97球に失点で勝利投手の権利を持ってマウンドを降りたが、その後後続が逆転を許し勝敗はつかなかった。チームは71年ぶりのナリーグ優勝を果たし、迎えたクリーブランド・インディアンスとのワールドシリーズでは、 敵地プログレッシブフィールドでの第2戦と、第6戦に先発、第2戦では523回を2安打1失点、6奪三振、第6戦では523回を3安打2失点、9奪三振の高騰で、それぞれ勝利投手となった。2017年は30試合に先発したが、14勝10敗、防御率3.53、ホイップ1.21。 フィップも2013年以来の4点台となる4.16と前年からさらに成績を落とした。オフの11月2日に FA となった。球団はクオリファイングオファーを提示したが11月16日に拒否し FA となった。2018年3月12日にフィラデルフィアフィリーズと3年7500万ドルで契約を結んだ。 アリエータは2019年オフにオプトアウトの権利を有するが、フィリーズ側は2022年まで契約を延長することでオプトアウトを阻止することができる。迎えた同年シーズンは31試合に先発したが、10勝11敗、防御率3.96ホイップ1.29に終わった。2019年はオフシーズン中の1月に左膝の手術を受けた。 8月14日に右肘の国局を除去する手術を受け、シーズン中の復帰は絶望的になると発表された。この年は24試合先発で8勝8敗、防御率4.64ホイップ1.47と、さらに成績を落とし、規定投球回にも達しなかった。2020年オフの10月28日に FA となった。2021年2月17日に、 フルスノカブスと600万ドルの単年契約を結んだ。2022年は総合オプションとなり、バイアウトの際は200万ドルが支払われる。持ち玉は、最速97.7マイルパーアワー、平均94.6マイルパーアワーの進化を中心に、平均94.4マイルパーアワーのフォーシーム、平均90.3マイルパーアワーの縦スライダー。 平均80.7マイルパーアワーのカーブ、平均88.7マイルパーアワーのチェンジアップを使用する。スライダー、カーブ、チェンジアップは15%前後の高い空振り率を記録している。左足が三塁側に大きく、クロスステップするオーバーハンドの投球フォームが特徴。このクロスステップは年々大きくなる傾向にあり、それに伴って、 リリースポイントも三塁側へ移動している。2010年のリリースポイントの水平成分は、投資盤中央から三塁側に約2.0フィートずれた場所にあったが、2015年では約3.2フィートずれた場所から投じられている。また、垂直成分は2010年と比べると2015年は約0.5フィート上昇している。 よしきゅは2013年では4.9であったが、2014年は2.4、2015年は1.9に改善している。祖父はプエルトリコ人で、祖母はイタリア系アメリカ人。ミルブ MLB、ありがとうございます。